ボビー・ブラウンボビー・ブラウンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の R&B 歌手でありダンサー。本名、ロバート・ベレス・フォード、ボビー・ブラウン。ボビー・ブラウンは1983年にボーイズグループ、ニューエディションの一員としてデビューした。ニューエディションのリードボーカルはラルフトレスバントが務めていたため、ボビーはセカンドリードというポジションであった。 86年にボビーはグループから脱退しが加入、キャメオのラリー・ブラック・モンラーをプロデューサーに招き、キング・オブ・ステージでソロデビュー。ガールフレンドがシングルビルボード・ブラック・コンテンポラリーチャートで1位を記録。1988年に発売したアルバム Don't Be e a Cruel はビルボード・アルバムチャート1位を記録する大ヒットとなった。L.A.&Babyface テディー・ライリーラをプロデューサーとして起用した。この作品は世界中で累計1000万枚以上を売り上げ、プラチナレコードを記録するミリオンセラーとなった。アルバムからは Don't Be e a Cruel や My Prerogative、ロニ、o n e y Every Little Step、ロックウィッチャが立て続けにビルボードトップ10ヒットを記録した。その間にもゴーストバスターズ2のテーマソング On Our Own も大ヒット。 グラミー賞の最優秀 R&B 男性シンガーも獲得するなど飛ぶ鳥を落とす勢いで快進撃を続けた。1992年に発売したアルバムボビーからもハンピンアラウンドがヒットした。日本ではエブリリトル・ステップが TBC のハンピン・アラウンドが松下電気産業のラジカセサイバートップの CM ソングにそれぞれ起用された。当時は 日本の洋楽ファンの間でもブラウンは人気となり、MC ハマーに憧れるハマ男に対して彼の髪型、服装などのスタイルを真似したボビー男と呼ばれる若者がちまたに多く現れ、社会現象にもなった。1990年にフルスニューエディションのメンバーによるソロ活動がそれぞれ大成功を収めると、ボビーもニューエディションの活動にも頻繁に参加するようになる。 その後ラッパーのジャルールや、ボブ・マーリーの息子、ダミアン・マーリーと共演したりしている。ボビーは1992年に、R、R&B 歌手、ホイット・ニー・ヒューストンと結婚し、一人娘ボビー・クリスティーナ・ブラウンがいる。しかし、結婚してからの彼は、妻まのドメスティック・バイオレンス、交通違反による歩道など、度重なる不祥事により、ファンを失い、90年代半ば以降は、 ビルボードチャートへのヒットもなくなってしまった。1996年のホームアゲインは新旧6人のニューエディションが参加したアルバムであるが、このアルバムリリース後のツアー中にメンバーと再び決裂。その後は度重なる不祥事などもあり、グループへの参加はなくなり、ソロ作品も1997年のフォーエバー以来リリースが見られない。2000年以降は、 他のアーティストとの共演、かつてソロ活動を始める前に所属していたニューエディションへの復帰、ホイットニー・ヒューストンと子供たち、夫婦、家族共同で私生活を暴露したテレビの特別番組に出るなどの芸能活動を行った。2006年9月13日結婚生活14年目にホイットニー・ヒューストンが 離婚申請書を裁判所に提出したと、ホイットニー側の広報担当者が明らかにした。同年10月、離婚が成立した。2012年2月11日、元妻のホイットニー・ヒューストンが48歳の若さで死去。2015年7月26日、娘のボビー・クリスティーナが22歳で死去する悲劇に見舞われた。2020年11月18日、 元妻、娘に続き息子であるボビー・ブラウン・ジュニアが自宅で亡くなっているのが発見された28歳であったアルバムシングルビデオありがとうございます。